こんにちは、鮫川村県民リポーターの梅田海太です。今日は鮫川村が誇る若手農家集団の鮫川プライドを紹介します。ファーム翼の清水大輔です。ジャージー牛を飼っており、牛乳やバター、アイスなどを販売してます。よろしくお願いします。白坂農園の白坂忠之です。うど、うるい、長芋、人参、ごぼうなどを作っております。小松農園の小松隆です。いちご、トマト、ミニトマト、玉ねぎを栽培しています。阿武隈 NS ネットの新志陽平です。有機で、お米と野菜、平飼いで卵を作っています。それじゃあみんなの農場に行ってみましょう。おー、まず最初はファーム翼のジャージー牛牧場です。うちのジャージー牛の特徴が、ジャージー牛なんで乳脂肪が高いんですけれども、今もあっちで草を食べてる牛たちいるんですけれども、常に牛たちが、食べたかったら食べるとか、飲みたかったら飲める、休みたかったら休めるっていう環境を作っていて、乳脂肪がこうくどくなくてさっぱりした乳脂肪になっているので、もう飲み口は割とさっぱりしてて、こう甘みがあったりするんですけど、後からこうクリーミーさがこう残るような感じかと思います。続いて室でウドとウルイを育てている白坂農園です。ウドは、こういう温室の暗い部屋で作ってるんで、特に柔らかいみずみずしいのが特徴で、天ぷら、きんぴら、何でもいけるね。ウルイの特徴、こういう栽培してる段階でもううちぐらい、すごく柔らかいしみずみずしいし、えぐみがない。スーパーで見かけたら買ってくださいって続いてイチゴ農家の小松農園です。福島県オリジナル品種の夕焼けベリーを作付けしています。甘みが強い、そして香りもとても強く、酸味の少ない品種になっています。いただきます。すごい甘い、めちゃくちゃ甘い。最高のイチゴを味わったら、最後は阿武隈 NS ネットです。そうですね、こちらが、僕の田んぼになっていまして、昔ながらの長谷掛けって言って、うちはここの田んぼを全部作っています。うちは、環境に負荷をかけない農法を実践しています。で、卵の方は平飼い養鶏で、鶏にストレスをなるべく与えないような、卵を作っています。鮫川プライドの商品はここ手豆館で購入することができます。みんな鮫川村に遊びに来てくださいね。待ってます。